はい、どうも、エプラスチャンネルです。はい、どうも、エプラスチャンネルです。本日は、はい、このおしゃれな赤い看板のカフェ新宮ロストさんに新宮ロストしております、はい、朝のモーニングからランチも、午後のティータイムというかかき氷もありまして、そのかき氷がすごいと、もうインスタでね、紹介されまくりのところで、ちょっと今日はそこにね、お邪魔します。実は僕1回来てるんですよ、で1回来て撮影したんですけど、なんと再生ボタンを押し忘れてましたらしいね。今日はびっくりすると思います、はい、じゃあ早速中に行きましょう。行きましょう。まず営業時間はですね、火曜日から金曜日が9時7時、うんうんうん、で土日は9時6時、うん、っていう感じですね。毎週月曜日が定休。メニューがすごい、すごいね。飲み物がすごくて、コーヒーっていうジャンルだけでどうなの？5000種類ぐらい。盛るね。盛るね。50種類ぐらいはあるよ、ね、うん。本当に。本当にめっちゃあるね。すごいよね。全部のページにちゃんと5、6個ぐらいのメニューが載ってます。すごいね。で今日はですね、お目当てはかき氷でございます。はい。かき氷のアポロンと、はい、生桃とマロンミルク。はい、お願いします。急に秋が来たけど、うん、秋といえば、秋といえば、うん、紅葉じゃない。うん、嵐山、あ、京都の、京都の岐阜の紅葉ってどこあったの？どこやの？でも恵那京とかすごいよね。あ、前行った橋の上とかさ、あ、すごいですね。紅葉で確かにそれ、うん、なんかドローンとかで撮影できたらいい。あ、いいね。ハルキングはバンジーをしたい。バンジーしたい。岐阜ですから最近ね、名前ちょっと何だって忘れたけど、岐阜が日本一のバンジーができた、うんうんうん、今年だよね、うん、200メートルぐらいじゃなかった高さ。そうなる。200メートルってやばくない？200メートル身長いくつだっけ？180。え？120センチ持っとる。160だよね、さすがに。オープニングで僕と並んで分かる、分かるじゃん。まあ先生高いもんな、2メートル超えとるんで、俺が180ぐらいになるよね、そうなると。まあまあ180だとして、180だとして、ハルキングが、まあ、まあ100何十人分の高さ。そうね、100人は超えてる。みんなちょっとイメージしてね、ハルキング。めちゃめちゃ分かりづらい。俺で例えるの。あれさ、大丈夫なのかな。大丈夫だと思うけど、うん、あ、首とかさ、むち打ちになりそうじゃない？確かに。行ってみるか。ぜひ行ってきてよ。行ってきてよ。A プラス行こうよ。いやー、まず撮影費は出ないってのと、僕が飛ばないってのと、僕下で待ち構えるわじゃん。あー、なるほどね。うん、で、シンピー上からね、落ちてくシーンを撮りたいし、で、ハルキング飛ぶ、ここにカメラつける。出川。めっちゃ出川。そんな感じかな。あ、なるやろ。これでグーってやって、これ戻るときにめちゃめちゃ顔ビューンってやって、なるっけ？めっちゃぶっさいになるらしい。アイドルとか顔隠すやん、ああいうとき。ああ、確かに。桃です。桃です、ここです。生桃。光がどこだ。これ生桃です、うん、本当にそのまま桃ね、うん。シロップが、うん、本当にミキサーで、ああ、桃の状態から桃丸ごとみたいな。そうそう、シロップが桃、もう、なんか次アポロ。はい。めっちゃアポロ。すごい。あ、すげえ。なんかかき氷がチョコ。かき氷がチョコ。チョコを液体化して凍らせたのをそのまま削ってる。そんなチョコ。じゃあマジでみんな食べてみて。食べればわかる。本当？え、アポロや。びっくりするよ、マジで。あ、にやろ、マジかって感じだ。めっちゃアポロや。やろう。生クリーム、チョコ、なんかすごい。生クリームなのにめっちゃチョコや。うん、すごい。溶けた部分見ればわかるけどさ、濃厚加減すごいもん。すごい。すごい、全部になんか中入っとんね。うん、これオレオが入ってる。それでクッキー挟むことによってまた食感が変わってね。うんうんうん、マロン乗っとる。すごい、マロン。いただきます。おお、うまっ、うまっ。どう、うまい。うまっ。
全部クリアを。全部クリ？シロップクリアの？ソースクリアの？え、栗がすごい押し寄せてくる。確かに。じゃあこ全部だけどさ、思った以上にその味だよ。まんまだ感じ。すげえこれ。それ思った以上に桃やったし。思った以上にやっぱだし。思った以上に栗やね。え、すげえ、何これ。本当になんかモンブランとか栗きんとん食べてるぐらいの。そうそうそう、栗きんとんの濃さよ、本当に。すげえ。本当に味で勝負してる。氷のふわふわにごまかさず。ね、確かにふわふわなだけでも強いけど、うん、岐阜だからさ、なんか1000円いかずに住んでるけど、これ2000円とかのコースにね、いけそうなレベルのそんぐらいのクオリティ。前ちょっとホリエモンとかがさ、本無料で配って価値があると思った分だけ払ってくださいっていう本やったもし、実験志向ってものがあるんだけど、みたいな満足した金額を払ってくださいって言われたらいくら払う？いやこれに値する金額を決めてください。1500とかいくんじゃん。ああ、俺2000円いくな、多分。ほんと。ってことで今日はね、北方町、うん、岐阜県の北方町、うん、話題沸騰中の、はい、かき氷屋さんじゃないんですよ、カフェのカフェなんです。マジで来るべき。すごいすごいね。かき氷界の常識を覆してる気がする。また来てくれるかな。いいと思う。いいと思うやけど。じゃあまたお店の情報はね、概要欄の方に載せておきますので、はい、ぜひ調べてもらって、まあ、あったかいじゃないな、暑い時期のうちに、ぜひ来ていただければと思います。はい、じゃあチャンネル登録お願いします。